29日放送の乃木坂46、5期生が出演する日本テレビ系音楽バラエティ番組、新、乃木坂スター誕生、毎週月曜深夜25時29分、2歌手でタレントの後藤真希がゲスト出演。メンバーの中西アルノが、後藤からもらったアドバイスを明かした。乃木坂46の番組に、ハロープロジェクトの元一員でモーニング娘。では高い人気を誇った後藤が出演するという特別会となったこの日。後藤は小川綾、川崎桜、崎、正しくは、辰崎、奥田いろは、富里奈央と共に、モーニング娘。と、ミスタームーンライト、愛のビッグバンド、を披露したり、岡本姫奈。菅原さつきとはモーニング娘。のグループ内ユニットプッチモニのベイビー恋にノックアウトを披露したりと、夢のコラボレーションでスタジオを盛り上げた。後藤と共演した奥田は、まさかご一緒に。と感無量の様子。また、川崎は、最初にお会いした時、飲み物を飲む時に、後藤の、ちょっとずつマスクが、取れて、みんなが、あって、外せば外すほど可愛い、と後藤の美しさに圧倒されたことを明かした。また、伊尾木真央と中西は、後藤と共にモーニング娘。のプロデューサー、スンクのグループシャランキューの代表曲、ずるい女、も熱唱。激しいステージを見せた中西は、どうしたらかっこよく見せられるのかってお話を聞いてた、とリハーサルで後藤に会った時に、アドバイスをもらったことを告白。自分が一番かっこいいって自信持ってるってことが大切だということをおっしゃってって、とその時の後藤のアドバイスを真剣な表情で口に。中西の真剣な言葉をまっすぐに受け止めた後藤からは、再び自分に酔えば酔うほど自分の世界ができる感じ、とアイドルとして一世を風靡した後藤から乃木坂46のメンバーたちへアドバイスが送られた。